いいうふうふに言っててたのを覚えていますでやはり、被災県の皆さんにとってです、ね、本格的な復興、やはり基幹産業が農林水産業ですから、やっぱり農林水産業の復興というのが、あの被災権の元気につながっていくというふうに思うんですね。そういう意味では、これは大変に深刻な問題なんですけれども、今日はあは法案のご質問させていただく前にです、ね、日本食品の輸入規制についてお伺いをしたいと思っています。あのこのの震災の後と言いますか 福島第一原発の事故の後ですね、日本食品の輸入規制が世界に広がっていって、50カ国にも及びました、で今までにです、ね、13カ国が規制を撤廃しているんですね、で米国や EU も規制の緩和に向けて進んでいたんです、ところが、まあ、大臣もご存じだと思いますけれども、突然台湾がです、ね、輸入規制を強化するというふうに発表したんですね。 先週は新聞の記事にもなりました、ニュースでも取り上げられました、ワイドショーでも話題になりましたであの、まあ、食品産業の方々とか、あるいは生産者の方々、それから消費者の方々にも大きな不安が広がっているという状況でありますけれども、なぜ今、台湾が食品の輸入規制を強化したのか、その理由、そして科学的根拠が果たしてあるのか、あるいは、 この規制強化に対して日本の政府は今後どう対応していくのか、まずこの点についてお伺いしたいと思います農林水産省、桜庭栄一、食糧産業局長お答え申し上げます。先生、ご指摘のとおり、台湾におきましては、平成23年3月の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴いまして、台湾におきましては5件。 え福島県、茨,えー、茨城県、群馬県、栃木県、えー、千葉県、この5県産のすべての食品を輸入停止しているところでございます。<laughs> 本年3月25日でございますけれども、台湾の立法院におきまして、輸入規制強化を行うよう決議がなされました。これを受けまして、今月15日、4月15日に輸入規制強化の正式公告が行われ、 30日後に施行するという具合に、その高校にはなっております。その規制強化の内容について申し上げますと、現行の5県の全食品の輸入停止に加えて、岩手県、宮城県、東京都、愛媛県の水産品、東京都、静岡県、愛知県、大阪府の茶類製品、宮城県、埼玉県、東京都の乳製品、乳幼児食品、キャンディー、ビスケット、国類調整品については、 放射性物質検査証明書の添付を義務化する。もう1点は、先ほど申し上げました5県以外の42都道府県のすべての食品につきまして、産地証明書の添付を義務化するという内容でございます。この輸入規制強化につきましては、この対象地域、それして品目の選定の理由につきまして、台湾側から科学データの、科学的データの提供や、 WTO ・ SPS 協定上の明確な根拠は示されておりません、そういった中で一方的に行われたという具合に理解しております。このように、台湾の輸入規制強化は不適切である、そのため先週17日、農林水産大臣の命を受けまして、私へ、台湾を訪問し、先方の要人に対して、 まずこの、えー、規制強化の撤回を強く申し入れたとともにですね、えー、この輸入規制強化の根拠となる科学的なデータやリスク評価の提供を強く要請したところでございますいずれにしてましても台湾側の規制強化の施行が5月15日となっております、えー、連休もございます時間がないことから迅速かつ適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます徳永さんはい あのとはいえ、何か恐らくこの規制強化をした理由があると思うんですね、まあ、そういったそのエビデンスが提示されないということでありますけれども、この規制強化された理由、あのまあ、偽装表示というような話もちょっと聞いておりますけれども、その点に関して、もう少し詳しくお話しいただけませんでしょうか桜庭局長。えー、今あの 5件の食品が停止されていると輸入停止されているというお話しさせていただきましたけれども、台湾の表示というのは、食品表示というのは国名でございます。台湾あるいはアメリカ、日本という国名でなっております。で、輸入のところに都道府県名を書くという記載がなっておりまして、ここら辺の規制の内容がですね、 不明確な面もございますそういった中で、えー、台湾の中で、えー、例えば、えー、商品の上にラベルを貼ります、あの中国語の、のラベルの表示が例えば、えー、5県以外の県の名前でしたと、ラベルを剥がしたら、それがこの5県のものでしたという、えー、事案が発生したというふうに聞いております。 この原因につきましては、今、関係省庁と今、連携しまして、要因を探っておりますし、先ほど台湾側に対しても、ですねこの表示問題については、この規制問題と別個なものとして、両政府がですねきちっと連携して、 対処をしましょたがい,、えー、いまして、その表示問題が、えー、端緒になったということはありますけれども、もともと日本産の食品に対して、立法院の方が、えー、この規制強化を示すという話があ、決議があったということが、えー、根底にあるということでございます。徳永さん、はい まあの今後、台湾政府とですねあのきちんとコミュニケーションを図りながら、しっかりと協議をして、できるだけその食品製造メーカー、あるいは生産者に影響が出ないように、きちんと対応していただきたいというふうに思います。特にあの水産物は、先ほど私はお話しいたしましたけれども、これ、岩手県も対象になってますから、これ、岩手県の水産関係者なども非常に心を痛めると思います、まあ、他の地域もそうですけれども、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。 そしてこの放射性物質検査費用証明書の作成や、それから製品等に貼る作業に必要な、まあ、機材を例えば購入するとかですね、あるいは人件費とか、それから時間もかかりますよね、えこういった意味で、コストとか負担が非常に大きくなると思うんですけれども、この経費というのは、生産者や企業が負担するということになるんでしょうか、どこが負担することになるんでしょうか。桜局長、えー 香港台湾以外にです、ね、今、検査証明を求めている国、地域がございまして、その先例から申し上げますと県に、検査にかかった費用、発行にかかった費用は、東京電力の賠償の中から補填されているという前例がございます徳永さん。はいまあ、前例というお話でございましたけれども、まあ、この費用の負担については、東電としっかりと、まあ、政府とはやり取りをしているんでしょうか。櫻葉局長 まだ台湾のことについては、まだ向こうの規制強化が明確な根拠がないということで、スタートはしておりませんけれども、これまでは東京電力がきちっと、していいるということでございます徳永さん、はい、あの,このコストに関してもです、ね、やはりその製造メーカーとか生産地に負担がないように、今後ともしっかりと対応していただきたいと思いますよろししくお願いいたします。 それからこの台湾の輸入規制の強化について、菅官房長官はですね、今般、規制を強化するということは極めて遺憾だというふうに思います。引き続き台湾側に対して、科学的根拠に基づいた適切な対応を取るように強く求めていく考えでありますというふうにおっしゃいました。これ、日本政府としては当然のコメントかもしれませんけれども、しかし、科学的根拠もあって、特に日本の安全基準値というのは大変厳しい。 ということはあの、もう世界に対してもアピールをしておりますけれども、しかしあの、受け取るのは相手でありますから、このことを。3.11以前と以降では、やはり他国の受け止め方っていうのはずいぶん違ってきてると思うんですね。ですからここは極めて遺憾だ というだけではなくて、やっぱりあの非常にこう真摯に謙虚に受け止めて、どのように対応していったら、理解をしていただけるんだろうかということを、しっかりあの政府としてもですねこれを機会にまあご検討いただきたいというふうに思います。皆様のお手元に資料を配りいたしましたけれども、1枚めくっていただきますと、原発事故による諸外国の食品等の輸入規制の動きという資料がありまして、台湾だけではなくて、香港、米国、 それから中国、韓国と、えー、主な輸出先国の輸入停止措置の例というのがありまして、えー、これは大変に深刻な状況だと思います。こういった大麻以外のところに対してもです、ね、一、まあ、日も早く、まあ、規制が緩和される、あるいは撤廃されるようにです、ね、まあ、全力で頑張っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか桜庭局長あの。いろいろな、えー、政府要人の訪問。 そういった時には必ずその規制撤廃を会談の中であの主張していただいているところでございますし、在外交換そういったところを普段からその陽性活動を行っているところでございます。また一番重要なのはその国の消費者の皆さんのご理解が進むようにと。 いう対応かと思っております私どもは科学的なデータを示しながら、その消費者の皆さんの方にリスクコミュニケーションを送るなど、情報、あの科学的なデータに基づいた情報提供を図っておりますし、また一方で、あの日本食というのは非常に世界的に人気があります。 非常に日本食を食べたいという方もいらっしゃいますので、一方で、日本の食文化や日本の食の PR をしつつ、科学的なデータに基づいた PR 活動、あの消費者の皆さんのへの情報提供を今後ともさらに強化してまいりたいというふうに考えている次第でございます。徳永さん。はい、はいいいししっかりお願いしたいと思います。